どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾です。はい、今日はね、ちょっと気になるエンタメニュースがあるのです。語っていきたいと思います。この記事ですね、どうかお願いします。転売ヤーからスイッチを買わないで家電量販店で働く店員が語ったことっていうことでね。はい。本当に欲しい人に届いてほしいのに、転売する人がいるせいでって。まあ、どういうことかって言いますとね、家電量販店で10年以上働く男性がツイートした、任天堂スイッチの転売に関する投稿が注目を集めています。これ僕もツイッターで見てね、ああ、ちょっと気になったんですよね。で、今回ちょっとね、それについて語っていこうと思ったわけです。転売屋、まあ、通称転売屋って言われてるんですけど、まあ、転売屋とのいたちごっこに、万策がつきましたと綴られたツイート、現場からの悲痛な声を紹介しますってことでね。はい。これがね、今、任天堂スイッチっていうのはなかなかね、こう、手に入らないんですね。お店に、まあ、抽選とかしてますよね。でね、いや、売れてるからね、もう在庫がね、なかなかないんだろうなと思っていたら、そんなことないみたいなんですよ。正直、在庫あります。でも、店頭に並べることができないんです。は？どういうこと？その理由とは。スイッチの在庫の問い合わせが増えてきたので、現状をお伝えします。ぶっちゃけ在庫はあります。でも店頭に並べることができません。転売ヤーが店に押しかけて買い占めるからですってことでは、とんでもないね。店としてもそうされないよう工夫をしてきましたが、万策つきました。一体彼らはね、どんな方法をね、取ってきたんでしょうか。ダミーカードは転売ヤーが全て持っていってしまう。マジか。本来であれば入荷すれば入った分だけダミーカード、こちらの札をレジまでお待ちください。カードですよね。商品をご用意いたします的なカード。カードがあって、それを持ってってレジに持っていくと商品を渡すね、売ってくれるみたいなカードありますよね。それを売り場に展開して希望されるお客さんが買えるようになってました。しかしこの方法だと、開店と同時に来店した転売ヤーが一人で全てのカードを持っていきます。まあ、そりゃそうするでしょうね。ダミーカードを直接手渡しすることにしたんですけど、その後、仲間内で、カードを分け合い、一人一台ずつ買っていきます。さらに時間を空けて再来店し、数時間前にも購入しているにもかかわらず、さらに購入していきます。仕方がないので、デミカードを直接手渡しで対応するようにしました。まあ、そうでしょうね。そっからがすごいね。転売屋の次なる手は偽造。策として店舗側は在庫状況の開示をやめたってことでね。そうのこのね、このダミーカードを偽造する人がいるんですね。すごい根性だね。ダミーカード偽造するって結構それはそれでね、お金がかかると思うんですけど、どうなんですかね。すると今度はダミーカードを偽造し始めました。店で配っているのと同じデザインで自作。まあね、まあやろうと思えばできるか。自前のカードを持ってレジで買おうというのです。こうなるとダミーカードを使った販売はできなくなります。今度は、在庫状況を開示することをやめました。あれ？ダミーカードってバーコードがついてましたよね。あれも偽造してしまうんですかね。いや、独自のバーコードでね、管理しておけばできるような気がするんですけど、それができないってことなんですかね。まあ、そんなことするとね、まあ、そういうシステムを立ち上げるってことで、量販店側にもね、それなりのコストが求められて、現実的にはなかなかそれを実現する、ね、発行するのが難しいってことなんでしょうかね。まあまあまあ、在庫状況を開示することをやめた。もうしょうがないですよね。すると、どこから聞きつけてくるのか気がついたら、転売屋の耳に入ってる状況。まあね、あいつら情報はすごいですからね。情報網がすごいですからね。具体的には、朝一で入荷があってもすぐには出さず、転売屋が来ない昼過ぎや夕方に問い合わせがあった場合のみ直接手足で販売するという手法に移行。ただし、これも間もなく転売ヤーの耳に入ります。まあ、情報網がすごいからね。ありったけ買おうとする転売ヤー、断ったところ、一切わびれる様子もなく、堂々と店員に在庫を尋ねて、ありったけ買おうとする転売ヤーが現れました。まあ、心臓もね、強いですからね、奴ら。連日来るので、こちらも顔を覚えています。当然、一人に全部は売れないし、明らかに転売目的が分かっているので断ります。すると、なんと脅迫。俺は客だ。売らないというなら仲間を50人ほど集めて店に来るぞって。50人も仲間いるんですか？ すげえな、おい。どういうネットワークなんだよ。
チンピラってかヤクザですね。俺は客だ。客欲しいと言ってるんだから売るのが筋。いいからよこせ。売らないというなら仲間を50人ほど集めて店に来るぞと脅迫。この時点で警察を呼んでいいのに呼ばないのが弊社のダメなところ。はい、ほんとダメですね。これ警察に行った方がいいですよ。だいたいね、50人ほど集めるってこれ本当なんですかね。いや、どうやって50人集めて、本当に50人が電車乗ってよっちろっちらみんな集まってきてやってくるんですかね。いやー、まあ、実際ね、ちょっとやってみろって感じで。いや、僕は店員だったらね、ウォー、だったらやってみてくれ、つってね。50人来たらすいません。本当に申し訳ございませんって、謝るところですけどね、実際こういう50人のね、転売屋仲間が集まってる姿をね、光景として見て、それをね、撮影して、YouTube に流したら、いや、動画バズるんじゃないですかね。まあ、その広告収入でね、生きていけばいいと思うんですけど、まあ、それだとね、転売屋と変わらないか。はい。転売、スイッチの在庫があろうとも、転売屋の存在のせいで欲しい人が手に入れることが難しくなった。これが問題ですよね。こういった経緯があり、スイッチの在庫を持つことがトラブルの火種となるため、どれだけ在庫があろうがお客様にありませんとご案内するに至りました。だけどね、話はこれで終わりませんですよ。6月下旬、対策を施した上で販売を再開する店舗が出てきた。お店としては当然欲しいという一般のお客様には1台でも多く買って楽しんでいただきたい。まあそりゃそうだよね。6月下旬に任天堂から通常生産に戻るメドがついたと発表があったことから、転売屋対策をした上で、販売を再開した店舗が出てきましたと。でも、やっぱり来てしまう。きっと来るですね。するとさらなる手段を講じてきた。それを聞きつけて転売屋はやっぱり店に来ます。まあ来ますよね。転売屋には売らないと決めているので、奴らには在庫を聞かれ、もう奴ら呼ばわりですよ。奴らに在庫を聞かれてもないと回答。それに対して奴らが文句を言うのは火を見るより明らかで、ここでも揉めてしまいます。奴らももう売ってもらえないと学習したためか、さらなる手段を講じてきます。はい。まあまあ、こうするでしょうね。一般客にお金をあげるからスイッチを代理で買ってきてくれ。実は苦情で発覚した。僕も今日知ったその手段とは、店舗入り口で待機し、来店した一般客にお金をあげるからスイッチを代理で買ってきてくれと依頼するというもの。さあ、まあお金っていくらぐらいあげるんですかね。まあ中には1000円ぐらいもらえばね、ひょひょほいほいとね、言うこと聞いてくる人も、まあ1000円ぐらい出せばね。で、実際こう転売屋っていくらぐらいで売るのかな。今メルカリで見るとね、まあ2万円、3万円ぐらいで売れるんで、まあ3万円はちょっと難しいかな。2万円だ。要するに任天堂スイッチライトってのがあるんですけど、僕も持ってるんですけどね。あれ2万2、3000円ぐらいだったら、まあ確実に売れるんで、昔はね、本当にちょっと前は本当3万円ぐらいでも売れてたらしいんですけど、今どうだろう ?2 万5000円とか、そのぐらいで売れるのかな。まあ1000円渡しても4000円、5000円ぐらいは利益が得られますよってことですかね。まあリスクを犯してる割にはそんなに美味しい商売とも思えないんですけどね。それも仲間内で市内の複数店舗で同じことを連日繰り返していたのです。恥ずかしながらこれはお客様からの苦情で発覚したことですか。まあこんな発覚も苦情もクソもなくてもね、まあなんか想定できますよね。転売屋が買い占める理由、それは不正に価格を釣り上げて、釣り上げてでも買い手がいる、つまり儲かるからってことです。まあそうですよ、これは市場原理ですからね。資本主義の市場原理なんで、市場に出回らなければ、なおかつそれを欲しがる人がいっぱいいればね、価格は釣り上がりますよね。高くても買いたいっていう人はね、多数出てくる。だから売れるわけですよね。メルカリなんかでね、定価よりもプラス1万円とか1万5000円ぐらいで売れてた時代がね、つい最近まであったわけですよ。まあ今はちょっとなかなか難しいと思いますけどね。なぜ転売屋が買い占めしようとするのか皆さん分かりますよね。不正に価格を釣り上げてでも買い手がいるからです。つまり儲かるから、手に入れれば何でもいいと安易に考えて行動した結果が多くの人の不利益につながってしまいます。欲しい時に欲しいものが適正価格で買える。まあそりゃそうですよね。最近ではマスクの品薄で困った人が多いのでは。皆さんもその片棒を担がないでください。まあ結局転売屋から買うっていうことが片棒を担ぐってことになるってことを言いたいわけですよね。そういう環境を転売屋とその購入者は破壊してしまいます。最近であればマスクの品薄で多くの方が困り果てたはずです。自分たちに必要な分だけ適正に買っていればここまで動くならなかったはずです。転売は悪だとはっきり言い切れます。まあそれそうですよ。皆さんもその片棒を担がないでくださいと。
まあ結局、性善説ではできませんよっていう話なんですよね。まあ性善説やっちゃうと結局転売屋が買い占めてしまうからできないってことでね。どうなんですかね。まあ結局、その転売屋から買う人が悪いんですよみたいな結論みたいになっちゃってるわけですけどね。これについては僕もどうかなと思うんですよね。お客にちょっと責任をね、押し付けすぎじゃないかなって。結局これって、まずメーカーにも問題があるし、まあ量販店も問題あると思いますよ。まあ結局そういう対策を、ができてないっていうのは別にこれお客さんには関係ない話だからね。まあそういったことは転売屋のね、こういったことを許してるってわけで、万策つきましたって言ったって、まあそれは申し訳ないけどね、お店側の都合であって、いやいや、いくらでもね、まあちょっとお金をかかるかもしれないけど、そういうシステムを組めばですね、できないことではないんじゃないかなって僕は思いますけどね。まあそれもちょっとね、それを店に押し付けるのも酷っちゃ酷なんですけど、いや、こう、なんていうのかな、皆さんも片棒を担がないでくださいって、これをお客さんの責任にしてしまうっていうのもね、ちょっと横暴だと思いますね。でも一番の問題どこだろう。まあ、転売屋が一番悪いのはもうこれはもう間違いないことなんですけど、まあ、あとはやっぱり法整備していくしかない。転売はできないよね。高額な転売はできないように法整備していくしかないんだけど、資本主義というシステムを考えるとね、それもちょっと難しいのかなって思いますよね。やっぱり皆さんが欲しがるものは値段がつり上がっていくのはしょうがないことなんですけど、まあ2番目に悪いのは僕はメーカーだと思いますよね。明らかに、要するにこのニーズに対してその製造がね、まあこう少ないというか、潤沢な、在庫を用意していないからこういうことになるわけで、もう結構ね、任天堂っていうのは発売されてから結構時間が経ってるわけですよね。にもかかわらず品薄状態が続いているというのはちょっと怪しいですよね。本当にそうなのかと。ね、ちゃんとそのお客様のニーズ、流通とかそのものをね、見込んだ上でのね、生産なのか。なんかそんな気はね、なんかちょっと怪しいなと思うのは、飢餓感を煽ってんじゃないかって気もするんですよね。まあ必要以上に、製造を絞ってですね、常に品薄状態にしておくことで、なんかユーザーのね、まあお客様の飢餓感をずっとこう維持させて、で、こう、プレミア感つけたりしてね。またそれをこう、出すときは抽選で買わせるみたいな。まあ、そうやってね。あと、まあ、そうすることによって、あ、ニンテンドスイッチって人気あるんだとかね。売れてるんだって。まあ、そういう口コミが広がっていくとですね。あ、僕も欲しい。私も欲しいってなるわけですよ。大して興味もなかった人たちが、なんか欲しいってね。煽られて、ついついこう、買ってしまって、まあ、僕なんか本当まさにそうだったんですよ。ニンテンドスイッチライト、別にね、まあ買ったんですよ。あれ、なんで買ったかっていうと、まあデッドバイデイライトがね、モバイルでできるっていうことで、まあでもね、そんなに必要ないのかなと思ったんですけど、まあ結局なんか任天堂スイッチが、ものすごくこう、プレミア感とかレアものだっていう当時、イメージがあったんで、だったら、任天堂スイッチライトを買って、それもきっと、レアものになるのかな、みたいな感じでね、やっぱついつい僕も手を伸ばしてね、まあこれは転売屋から買ったわけじゃないですよ。もう発売日当日に予約して買ったんですよ。で、実際、そのゲームプレイしてみてね、任天堂スイッチライトプレイしたんですけど、デッドバイデイライトやったら正直、全然面白くないんですよ。なんでかっていうと、まず画面ちっちゃいし、操作性も悪いしね、フレームレート、性能がそんな高くないね、任天堂スイッチっていうのは。フレームレートも低いし、まあ、正直ね、あんまり楽しめなかったんですよね。なんで今ね、ニンテンドースイッチライト僕ね、埃かぶってんですよ。で、これね、まあ転売じゃないけどもね、メルカリで売ろうかなともちょっと思ったんですよね。やっぱり定価より高く売れるんで、まあそれだったら売ってもいいかなと思ったんだけど、まあこれって結局、転売ヤーと同じなのかな。やっぱり値段を吊り上げて売るっていうのはね、転売屋とやってることと同じだなと思って、まあそれからまあそう思ったんでね、実はメリカリ売ろうかと思ったんだけどやめたんですね。まああとまあこういうなんていうの、メルカリを通して売るのってなんかトラブルになりそうだし、めんどくさいし、梱包とかも面倒だし、そもそも僕メルカリとかでそういうの売ったことがないんで、まあ、やり方がよくわからないし、調べるのも面倒っていうんでね、まあそれで売ってないっていうのと、あとやっぱり転売屋の方ね、転売屋みたいなことはしたくないなっていうのがあったんで売ってはないんですけど、まあね、こんな実情もあってですね。ただね、やっぱりこれメーカー側がもうちょっと努力するべきじゃないかなと思うんですよ。まあ確かに量販店側もね、努力足りないですよ、正直。それをお客様に責任をね、こう押し付けるのはね、これやっぱり何事だって話ですよ。ねえ、片棒を担ぐ方が悪いみたいな言い方？いやいやいや、片棒を担がないと、
ね、お客様は手に入れることができない。ね、そのシステムを何とかしてくれよって話ですよね。まあ、これはもう結局、それはお店が何とかするしかないわけですよ。だって在庫があるわけでしょ？在庫があるのにも流通させないっていうのは、結局それは結局飢餓感。それによってね、お客さんは飢餓感がね、増して、結局転売屋で買う羽目になっちゃうわけですよ。それはなんだかんだ言いながらね、やっぱり流通側、つまりそのお店側にもね、もうやっぱ責任あると思いますよ。ね、まあ、それいろいろやったけどできなかった。でもそれは結局お店の都合だって、お客さんには関係ないですからね。でもメーカーがもうちょっとなんとかするべきだよね。明らかに製造を渋ってるとか抑えてる気がしないんで、もうね、発売されてから結構期間が経ってるのに品薄状態が続いてるってのもちょっと変な話ですよ。だってある程度もうお客さんのニーズっていうのは読めてるわけでね。それだったらそれに合わせた製造をしていくべきだと思うんですけど、それ以上に売れるんですかね。ちょっとそこら辺がわかんないんですけども、なんか僕はね、任天堂とか、任天堂って昔からそうなんだけど、飢餓感煽り商法してるような気がするんですよね。要するに品薄商法ってやつですか。なんか昔からそういうことをしているような気がするんですよね。だからまあ、ちょっとね、メーカー側もね、こういうことにならないように、もうちょっと生産管理しっかりしてほしいなっていうのが、まあ正直なところです。はい。まあそんな感じでね、今日のお話はここまでにしたいと思います。